東進祖サイリン寺は、大阪府羽曳野市にある高野山神言集の寺院。サイリン寺は、7世紀前半に、くだらけえライ人の和に博士の光栄である、河内の文氏により創建されたとみられる。創建寺は、現在よりも一回り大きい地域を有し、南馬宮とアスカを結ぶ日本最古の街道である、竹内街道に面していた。境内の庭に置かれた、 高さ2メートル近い陶祖石は、重量は27トンを超え、遠い静としては、飛鳥時代最大のものである。創建寺の伽藍は、塔を東、近藤を西に配する法棄寺式伽藍配置とみられる。境内からは、創建寺の建物の屋根を飾っていた尻尾が出土している。寺の歴史に関しては、西イリ寺文永中期という文献がある。これは、鎌倉時代の文永8年。 僧持という僧が当時の寺に残っていた古文書、金石文などをもとに編纂したものである。同書に、書院の天平十五年十二月開示月という記録は、祭林寺の総剣を金明天皇のおつぼう年のこととするが、上田敦氏は、境内出土河原の形式変年等から、江戸が一巡した六十年後の水古天皇のおつぼう年を実際の総剣年とする説を取る。 また、笹川直樹も、河地の文氏が、金明天皇と近い氏族で、金明天皇の没後50年の前年にあたる水戸、天皇のおつぼう年に、金明天皇の追善のために創建したとする説を取る。安土桃山時代の陛下と、明治時代の廃物希釈により、中世以前の同等ほぼすべてを創出した。ありがとうございます。